のりひとしんのうひひさこは、日本の皇族。高窓の宮や第二代当主。高窓の宮のりひとしんのうのひ。みくらいは、しんのうひ。継承は殿下。おしるしは王儀。君党は、君位等。旧名は鳥取久子、鳥取ひさこ。鳥取しげる次郎第一女子。死者、蘇賀助国のひ孫。おしるしに選ばれた王儀1953年7月10日。 東京都港区白金にいて、三井物産フランス社長など商社役員を歴任した、鳥取茂次郎、文子夫妻の長女として誕生。鳥取家は、香川県三豊郡、笠田村の旧家の家柄であった。精神女子学院初等科、中等科を卒業後、父のイギリス転勤のため都営。ケンブリッジ大学、ガートンカレッジで、中国学、人類学、考古学を学び、 1975年に卒業した後、日本に帰国し、翻訳会社に勤める。再度、法律を学ぶために都営し、1982年に帰国した。称号として名誉法学博士、三笠宮隆人新王が総裁を務めた第31回、国際アジア北アフリカ人文化学会議で、三笠宮の通訳、助手を務めた。結婚前、 旧姓の鳥取と久子のバランスが悪いため、仕事の際は一文字加えた鳥取高級誌という名前の名詞を使っていた。1984年4月23日、カナダ大使館のレセプションパーティーにて一歳年少のノリヒト新納と出会う。5月上旬には、ノリヒト新納の父、三笠宮から行為の有無を確認される。5月20日に英語で、Will You Marry Me? とのプロポーズに、イエス、と答え承諾。同年9月17日に、農祭の儀、12月6日に、結婚の礼を行い、のりひとと結婚。婚儀と同日に、高窓の宮家が創設された。継子女王、のり女王、あや女王の3人の女子を設けた。日本サッカー協会、名誉総裁である、のりひとと共に、 彼女もサッカー関係の行事に出席する際には、サッカー関連のアクセサリーを身につけるなど、進行に協力した。2002年には、サッカーワールドカップ日韓大会が開催された。5月末に、夫妻で韓国を公式訪問し、開会式にも出席した。ちなみに日本サッカー協会総裁としてではあるが、後続の公式な韓国訪問は、高窓の宮夫妻が、 第二次世界大戦後初である。高窓の宮杯 U-18 サッカーリーグの高窓の宮杯を授与する秘伝家2002年に、のりひと新能が皇居し、高窓の宮家の当主となった。その後は、日華協会、日本サッカー協会、全日本軟式野球連盟、日本水難救済会をはじめ、のりひと新能が務めていた諸々の総裁、名誉総裁職を引き継ぎ、 精力的に活動している。また、ノリヒトしんの進出サイ再度での皇居がきっかけで、AED が普及した縁から、一般財団法人日本 AED 財団の名誉総裁に就任している。2012年に、根付けに関する研究で、大阪芸術大学より、博士の学位を授与された。2013年9月、日本サッカー協会。 アルゼンチンサッカー協会の有効記念行事に日本サッカー協会名誉総裁として出席するためにアルゼンチンを訪問し記念式典では JFA を代表して挨拶を行った後にアルゼンチンナショナルサッカートレーニングセンターを視察した。また、両国サッカー協会の記念行事と同時期にブエノスアイレスで2020年夏季オリンピックの開催地選考を行っていた。 IOC 総会が開催されることから日本の皇族として初めて出席することになった。だが東京オリンピック招致に結びつけたい首相官邸と皇室の政治利用を懸念する宮内庁との駆け引きの末出席してスピーチはするもののオリンピック招致を直接呼びかけず招致委員会メンバーのユニフォームを着ないことになった。東京のプレゼンテーションにおいて冒頭のスピーチで IOC やスポーツ団体の東日本大震災、救援に対する感謝のスピーチを流暢なフランス語と英語で言った。スピーチではオリンピック招致を直接呼びかけることはなかったが、スピーチの最後でチームジャパンがこれからプレゼンテーションを始めます。説得力のあるものとして聞いていただけると思いますと、オリンピック招致について間接的に触れた。この第125字。 IOC 総会で2020年夏季オリンピックの誘致活動を行った東京はマドリードとイスタンブールを破り2020年東京オリンピック開催が確定した。開催地が東京に決定したのは彼女の参加が大きな影響を与えたとの分析がある。このスピーチについてはオリンピック誘致に政治的な側面があることから宮内庁は慎重であったが 内閣と東京都が押し切って実現した。なお、ライバルのマドリードは、フェリペ王大使など王室メンバーが、積極的に関わっていた。2015年4月より、バードライフ、インターナショナル名誉総裁、高窓宮菊子のウェブページが新設された。雑誌、婦人画報で、根付と野鳥の連載もしている。2017年4月より、一般財団法人日本 AED 財団の、 名誉総裁に就任した。2018年1月15日、公益社団法人全日本アーチェリー連盟と、日課協会の名誉総裁を退任する。公益社団法人全日本アーチェリー連盟名誉、総裁はつぐこ女王、日課協会名誉総裁はあやこ女王が引き継がれる。同年1月31日、公益社団法人日本スカッシュ協会と、 公益社団法人日本海洋少年団連盟の名誉総裁を退任した。公益社団法人日本スカッシュ協会名誉総裁は、継ぐ子女王。公益社団法人日本海洋少年団連盟名誉総裁は、綾子女王が引き継がれる。2018年3月より、公益財団法人日本心臓財団の名誉総裁に就任した。2018年6月には、 サッカーワールドカップ、ロシア大会に出場するサッカー、日本代表を激励するために、ロシアを訪問。日本の皇族としては1916年の、官員の宮古と日と新能以来102年ぶりの、ロシア訪問である。2019年11月17日、三女の森谷綾子と森谷聡氏との間に、初孫の森谷城が誕生した。2020年4月1日、 公益社団法人日本ライフル射撃協会の名誉総裁に就任した。イザベル・ラ・カトリカ勲章員としての紋章鳥取家は、香川県三豊郡、笠田村の旧家である。祖祖父、鳥取二郎八は地主で、農業を営み、香川県多額納税者であった。祖父、鳥取た目三郎も多額納税者であり、地主であった。父、鳥取茂二郎は、 東方物産専務、フランス三井物産社長、東海観光会長等を務めた。母、文子は外交官、友田二郎の長女。友田二郎は兵庫県会議員や田島銀行監査役を務めた友田一郎の弟である。友田二郎は後に、区内長式部官も務めた。母、文子の祖母、曽我明子は元貴族院議員。 ソ我スケクニ死夫人。母方のひいばばのアキコは、丁寧皇后といとこにあたる。アキコは、高塚佐広志通り皇爵の幼女となり、ソ我スケクニ死者に嫁いだ。したがって、久子は、高窓宮と登園にあたる。サッカーワールドカップ南アフリカ大会終了後、日本サッカー協会名誉総裁である久子は、出場した日本代表の岡田武史監督や一部、選手、 同じく大会に参加した西村雄一審判員の表敬訪問を受けた。その際、日本代表監督の辞任を表明したものの、その後の予定が決まっていない岡田に対し、いつまでも浮草のようにふらふらしてないで、もう夏休みは終わりですよと声をかけたという。政府による正式表記では皇族に宮号が冠されることはないため、それらの告示が掲載される官報での表記は、 のりひとしんのうひ、ひさことされ、高円宮のがかされることはない。ただし、同じ政府による表記であってもホームページなど、国民一般へのわかりやすさが重視される場面では、高円宮どのの表記も用いられる。ありがとうございます。